長ズボンでゴルフしてんなり、結構じゃあ冬合宿したってこと？合宿、タイで、あのタイでずっと半ズボンでやってたんで。へぇ、タイで合宿する人多いね。合宿というか、アジアンツアーのチャーティーとか。ああ、はいはいはい、これの前衛の予選出たり。ああ、はい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 、はい、じゃあ結構オフはそっち系でゴルフやってたんで。はい、ね、今年入って飛ぶ鳥を追いかけて飛んでる状態の、それあってます。確かにね。どんどん飛んでっちゃうみたいな。合ってます。合ってます。あ、全然合ってないけどね。今年はそのオフを作らないで、あれでしょ？そのもう去年からもうずっとゴルフをそのタイ行ったりいろいろして、こう。早めにこう仕上げた結果が今こう実ってるっていう、そうですね、ことだよね。はい、それはなんか誰かからアドバイスあって？いや、自分でこうしようと思って、はい、あ、でも去年からずっとボールでゴルフしてる感じなんだ。はい、そうです。スイングとかどうですか？いや、スイングはもうショットはもうずっともう定評があって、もうパンオン率とかね、もう飛距離もそうだし、もうショットはもうすごい定評があって、どのプロに一緒に回ったプロに言わせても、もうショットはもう申し分ないっていう。だけどやっぱりそのショートゲーム、特にパッティングだったりとか、あとはそのところどころの攻め方なんか、やっぱりちょっとやっぱショットに自信があるだけにちょっと強引な攻めがあったりとかっていうことで、もう本当だったらもうとっくにシードも取ってなければいけない選手なんだけど、やっぱりそういうところの部分が まだちょっと欠けたから、あのまだシードがね、今年は取れてなかったっていうことがあったけど、もともと持ってるショット力に、まあ今年はパッティングがだいぶ良くなったっていうことで、やっぱ攻め方とかもね、やっぱりあの大洗いとかでも、あのいいゴルフできたりとか、あの総武関西とか ね、ああいう、あのコースマネジメントとかきっちりしなきゃいけないコースでも好成績が残せてるってことは、マネジメントとかも良くなってきてるっていうことだと思うから。そっか、それもそのオフの間にやっぱ試合してきたから、そういうのもだんだん。そうですね、毎年毎年1月2月3月って全く試合がなく、試合感がなくて、で、なんか試合で出たらもうなんか緊張しちゃって、何してんのか分かんなくなっちゃう。はいはいはい。でそこで試合感がなくて、まあ夏頃こう試合が成績が出てきて、で試合が QT の選手終わっちゃうんで。ああ、そっか。なんでちょうど稼げるかなっていう時に稼げなくなっちゃうんで、でギリギリでシード取れなくて、まあ私悔しい思いしてたんで。そっか、そうしたら時期がずらしたわけだ。はい、ちょっと早くすれば、いい調子の時が春先にちょっと合ってくる、いつもね、秋口はね。で、だって、まあ、一昨年2011年の時のルーキーシーズンからもう最終戦のカシオでね、あの頑張って、もうシードギリギリのところまで行ってるっていうのを、まあ、2回繰り返してる。同じこと、春先苦しんで2回繰り返して3回目の正直。そうです、3回目の正直出ちゃう。あとはまだこの2年間そのプロとしてやったっていうことで、そのトーナメントの4日間の戦い方とか、そういうのも、まあ、覚えたっていうこともあるだろうけどね。そうですね、あざっす。だからパターが良くなったって言ったんですけどね、なんかテクニック変えたんですか？いや、あんま変えてないんですよ。練習量増やしたんだけど。練習量、はい、どんな練習ですか？まあそのティーをこう刺して、それに当たらないように上からダウンローに打つんでしょ。ティーを刺して、こうでボールの手前にティーを刺して、こう下から入らないように。ああ、はいはいはい、はい、ダウンブローの方がいい。顔が上がってこう、ストロークばっかしてた、これアマチュアの皆さんにぜひ試してもらいたい。そうですね、はい、それどうですか、やっぱりパッティングが、まあプロの中でもね、パッティングが苦手な選手っていうのはやっぱり少しヘッドがこう上がるのが早い。はいはい。でパッティングがやっぱり上手い選手はもうヘッドがこう低く動いてる時間が長いっていうのはやっぱ共通点としてある。じゃあそのボールの後ろにティーを刺して練習するダウンブローに、ね、そのいい、インパクト後もこう早く上がらなくて、どうしてもね、肩がどうしインパクト後左肩がこう上がるんで、その分だけヘッドが早く上がりやすいのが、それがあのその分低く、あのダウンブローのイメージができるから低く
出るっていうことがあると思うから、はい、それはもうすごくあのメリットメリット、うん、なんかよかったね、うまい褒められてありがとうございます、嬉しいです嬉しいですね、はい、あとなんかなんかないですか、あとフォーム的にはちょっとハンドアップになったよね、あそうですね、はい、うん力が入ってくるとこう、うん、どんどんハンドダウンになってくる、うんうんうん、それはパタパタパタパッティング、うん、だからちょっと釣るようにしました、釣るように、はい、そうすると全体的にこう、あんま手を使わないでこう打てるので、うん、まあ、そっちも見た目は結構変わった感じ、うん、前は本当にだんだんこう、うん、ホールを追うごとに、うん、なんかだんだんこう打ってこう気の強いところがそっちに出ちゃう、確かになんかそういうのがあったけど、今は安定してこう来角が変わらないで結構アップライトに構えた状態で、だからそのスティーブ・ストリッカーがタイガーに教えたような内容にちょっと近いっていうような、うん、スティーブ・ストリッカーがタイガーに教えた内容に近い、うん、何回やるんですか、飽きるまで、飽きるまで、まあ、まだ、まだ、まだ、そういうのは大丈夫ですか、うん、全然大丈夫です、そうなんですよ。小平選手といえば、僕すごい聞きたいことあったんですよ。まあゴルフはもちろんね、上手なんですけど、うん